世界のジャパンチャンネルへようこそ。近年 K-POP や韓流ドラマなどの影響で、韓国人男性と結婚したいと憧れる女性が増えてきているそうです。スタイルが良く容姿の整った芸能人を見て憧れる気持ちはわかりますが、そんな華やかな世界とはかけ離れた韓国人男性の本性が明らかとなり、自国の女性が韓国で悲惨な結末を迎えていることを知った国々が次々と対策に乗り出しているのです。今回は韓国人男性のヤバすぎる本性を知り、結婚を禁止する国が続出に関する話題と、それに対する韓国の人々の反応をご紹介します。世界で唯一出生率が1パーミルを下回り、深刻な人口減少に悩まされている韓国。さらに男尊女卑の風習が色濃く残る社会で、男児を重視する傾向にあるため、特に1990年代は後継ぎが必要などの考えもあり、男児を選んで出産するケースが多く、その結果特に農村部では深刻な嫁不足に陥り、結婚できない男性であふれかえっているのだとか。この問題を解決しようと、韓国の農村部の男性は2000年前後から積極的に外国人の女性を嫁に取り始めることに。しかし特に田舎では顕著に男尊女卑の考えが未だ根強く残る韓国では、農村部の嫁に迎えた女性に対する扱いはひどいものだといいます。そしてその女性に対する扱いのひどさが問題となり、なんと韓国人男性との結婚を避けるよう支持する国が出てくるほどなんだとか。実際に韓国人男性との結婚を禁止している国がベトナム。ベトナム政府は2012年に50歳以上の韓国人男性及び年齢差が16歳以上になる韓国人男性とベトナム人女性との結婚を禁止する厳しい制限規定を設けました。本当に禁止されているとは驚きですね。しかもこの法令は今でも有効なんだとか。このような厳しい制限が設けられた理由は、悲惨な事件が相次いだことから嫌韓感情が高まったためだと思われます。具体的な事例では、37歳の韓国人の夫が20歳のベトナム人妻を韓国に来てわずか1週間で殺害するという事件や、精神疾患を患った韓国人男性がベトナム人妻を殺害する事件などが相次いで発生。それ以前から韓国人は女性を商品のように品定めする行為などが問題視されていただけに、ベトナム人女性が不幸になる結婚を阻止すべく禁止という措置に至ったようです。フィリピンは2005年に韓国人戒厳令を自国の女性に向けて発令。韓国国内でフィリピン妻に対して DV 問題が多発したことや、悪徳ブローカーによってフィリピン女性が韓国に連れて行かれる被害が多発したためです。韓国人男性との結婚を禁止してはいませんが、政府が韓国人には気をつけろと大々的に警告するとは、よほどの被害が報告されたのでしょうか。3カ国目はカンボジア。カンボジアは2008年に人身売買の抜け道として利用される恐れがあることから、国際結婚全般を暫定的に中断しました。この禁止令は人権団体から批判を受けて、恋愛結婚に関しては許可されたのですが、2年後の2010年に韓国人男性だけを対象とした結婚禁止令が出されたのです。これは韓国の結婚斡旋業者が嘘の宣伝文句で花嫁候補を募集したり、カンボジア女性25人と韓国人男性1人のお見合いを斡旋して摘発されたことが引き金。こちらも以前から結婚詐欺や文書偽装などの問題が起こっていた中での事件だったことから、カンボジア政府が
禁止令を出すに至ったのでしょう。この禁止令は1ヶ月で解除されたものの、2023年においても韓国人男性とカンボジア女性の結婚にはハードルが設けられています。満50歳以上の韓国人男性とは結婚できない、月の所得が300万ウォン約30万円以下の男性は対象外などがあるそうです。このほかキルギスでも2013年に同様の法案が議会に上がったことがあるのですが、これは施行されたという続報がないことから検討止まりだったようです。しかし少なくとも4カ国が韓国人男性との結婚を警戒し、禁止令を出すなり制限を設けていることは事実。仮にも先進国を名乗る国との結婚が危険とみなされるとは、よほどのことだと感じますね。結婚するのは危険と判断された韓国の人々はどう思っているのでしょうか。この件に関する韓国の反応をご紹介します。海外の反応。幼い頃田舎に住んでいたけど、東南アジアの女性と結婚する中年男性は本当にたくさんいたよ。久しぶりに立ち寄ったら女性たちはみんな逃げていたけどね。フィリピンの女の子に聞いたら、実際にフィリピン人は韓国人を中国人と同じくらい無礼だと思ってるんだって。最近は K-POP やドラマでだいぶ印象が良くなったみたいだけど、女性の方だって財産を見て結婚してるんだろう。生計のために他国に来て結婚し、子供を設けて食べていける生活なんだから、思い描いていた暮らしじゃないのかね。韓国の農村で働く方が東南アジアで暮らすよりは楽なのに、それでも逃げ出す女性がいるんだね。彼女たちは農村で働く大変さを知らずに嫁いできたの？自分の国も似たようなものなんだから想像できそうなのに。コリアンドリームを夢見てもっと近代的な暮らしを想像してきたんじゃないかな。農村で農業をするのが望む人生ではなかったんでしょう。逃げ出すのはほんの一部で、大勢の外国人女性は幸せに暮らしているよ。以上が韓国の人々の反応でした。家庭内暴力などの問題には触れず、逃げ出す女性の方にも問題があるとの意見があることに恐ろしさを感じますね。それではこのお隣の様子を日本の人たちはどう見ていたのでしょうか。寄せられていた声を見ていきましょう。日本の反応。日本が真っ先に法律作るべきだろ、これ。結婚とは名ばかりの奴隷生活、人権なんかないものにされて、へりくだっていびり倒されて生きていかないといけないとか、拷問以外の何でもないと思う。結婚してしまった人の話。嫁は全て金を奪われ、毎月数万円渡され、これで生活しろと命令され、男は遊び放題。アメリカでもドラマとかで、韓国人は礼儀正しい、歴史ある国、民族とか、ちょいちょい入れて刷り込みしてるんだよね。以前、韓国人男性のインタビューで、いじめるために日本人女性と結婚したと言ってるのを聞いたのには、心底引いたよ。その傾向を助長していたであろう、合同結婚式の罪は深いですよね。だから人口減少がすごいのか、一時期は女性に優しいから、アジアのイタリア人と聞いていましたが違ったんだ。以上が日本の人たちからの反応でした。日本の皆さんも禁止していた国と同様に危機感を持っているようですね。さて、
そんなお隣ですが、韓国農村経済研究院が全国34の農村部に暮らす国際結婚した400世帯を調査した結果、外国人妻の約2割がここ1年で家庭内暴力を経験したと答えたそうです。家族から侮辱的な言葉を浴びせられたり、外出を禁じられる、殴ると脅される、または実際に殴られたと証言する妻が少なくなかったといいます。また、韓国の女性家族部の調査でも、家庭内暴力を受けている外国人妻は7割に上ったといい、結婚して2度妊娠したが、夫に中絶を強要されたベトナム人妻や、結婚して5年間暴力を受け続けているフィリピン人妻などの事例を報告していました。韓国は地域や血縁、学校などでの人間関係がとても密であり、それゆえに外から見ると理解不能な不文律が多くあるといいます。親族や地域内での家訓や習慣などは特に厳しく、少しでも反すればそれは激しく非難されるそうです。そうした中に言葉もわからない、文化も生活習慣も異なる国からいきなりやってきた外国人妻は激しい虐待を受けることに。また、男尊女卑の考えが根強く残っている韓国は、女は3日殴らないと狐になるということわざがあります。つまり殴って従わせることが当然と考えているのであり、外国から迎えた妻に対しても、パートナーを得たというよりも、自分が対価を払って連れてきたのだから、自分の好きに扱っていい存在、という認識をしていると考えられています。それを裏付けるような衝撃の調査結果が2017年に発表されており、当時の韓国世界日報によると、韓国の成人男性の約8割が、妻やパートナーに対し、DV を加えた経験がある、との研究結果が出たのだとか。19歳以上、64歳未満の韓国人男性2000人のうち、1593人、79.7% が、恋人の行動の制限や、暴力、セクハラなどの DV を1回以上行ったことがある、と回答。中でも、誰と一緒にいるか常に確認したり、服装を制限して特定の集まりに参加しないようにする、といった統制行動が 71.7% と最も多く、次いでセクハラが 37.9%、心理的情緒的暴力が 36.6%、身体的暴力 22.4%、性暴力 17.5% だったといいます。専門家は、男性側が統制行動をDV と認識していない点が特に注意が必要だとし、相手を自分勝手にできる所有物と考えるこのような行動こそ加害者に傭兵する出発点と指摘していました。韓国人男性の8割がたやすく女性に DV をする現状では、立場の弱い外国人妻はより暴力を受けやすいことでしょう。そして韓国政府の対応の甘さ、認識の甘さも指摘されています。韓国人男性との結婚を禁止したベトナムは、韓国で相次ぐベトナム人妻への暴力や殺害事件などを受けて、韓国政府との間で男性側の経済力や家族構成、健康状態などの基本情報を国際結婚仲介業者に通知させる制度を作ると合意しましたが、書類を捏造するなどの虚偽が横行し、実効性は皆無。そのためやむなく制限付きで韓国人男性との結婚を禁止する方針を打ち出したのです。検討止まりだったキルギスに関しても、2012年にキルギスの副首相が韓国大使に、キルギス人妻が韓国で不幸な生活を送り、中には、死に至るなどの問題が報告されていると伝え、議会では韓国人との結婚を禁止する必要があるとの話が
出ていることも伝えたのだそうです。実はキルギス人女性も韓国人男性の結婚相手として年々増加しており、国際結婚相手の1割近くをキルギス人女性が占めている実態も、その分女性に対する被害も多数報告されるようになり、副首相が苦言を呈するまでに発展したものと思われます。しかしこれに対する韓国大使の返答は、国際結婚家庭の結婚問題はキルギス人女性だけに限られたものではない、幸せな結婚生活を送る家庭も多いというものでした。問題をあまりに軽視した発言にキルギス副首相も呆れたことでしょう。不誠実なこの対応を受けて、キルギス側も結婚禁止の検討に入ったのではないでしょうか。実際には発令されなかったようですが、キルギスも禁止しておけばよかったと後悔しているかもしれませんね。本当に韓国人男性との結婚を禁止や制限する国があるとは驚きですね。農村の嫁不足は日本でも懸念されている問題で、韓国と同じく1980年代から徐々に外国人女性と結婚するケースが増えてきています。人身売買に近いのではとの指摘もされている難しい問題ですし、日本も人ごとではないですが、少なくともフィリピンやベトナムなどの国から日本人男性との結婚を禁止などという法律が出ていないあたり、やはり韓国人男性との結婚はよほどの問題があるということが言えるのではないでしょうか。東南アジアの女性が自分の国が注意喚起する意味をよく理解し、韓国で不幸な結末を迎える女性が一人でも減るよう願うばかりですね。皆さんは海外で日本人だとわかると親切にしてもらえるという話を聞いたことがあるでしょうか。旅行先でもマナーが良く礼儀正しい振る舞いをする人が多いため、他国でも歓迎されることがよくあると言われています。これまで日本人が培ってきた信頼の証ですが、その信頼を失いかねない行為がお隣韓国の人々によって行われていたようで、日本人になりすまし他国で親切にしてもらおうと浅はかな嘘をついた韓国人女性がいたようです。今回はフランスで日本人だと偽った韓国人警察の対応に衝撃を受けるに関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。韓国人が海外で悪事を働く際は日本人になりすますという話を知る人は多いと思います。世界的に信用が高く人気のある日本人になりすますことで相手を騙し日本に罪をなすりつけられるから一石二鳥だというのです。実際にカンボジアで覚醒剤所持容疑で逮捕された自称日本人が実は韓国人だったなど、数えきれないほどのなりすましが横行。欧米の人たちからはしばしば日本、中国、韓国の人の顔は見分けがつかないなどと言われることもありますが、韓国人が他国でやっているのは周りから間違われたわけではなく、日本の信頼を貶める非道な行いであり、これらは悪意を持ってやっているため自覚があるなりすまし。そして韓国では単に日本人と言った方が得をするからという理由で日本人を名乗る場合もあるようです。フランスに行った際に日本人だと偽ったことがあるととある韓国人女性の体験談が話題となっていました。彼女は友人二人とフランスへ訪れる計画を立てている際、先輩に海外で困ったら日本人のふりをすればいいという話を聞いたそうです。彼女自身は反日教育を受けており、日本に良い印象を持っていなかったこともあって、なぜ日本人のふりにメリットがあるのか不思議に思っていました。
先輩曰く、日本人は海外ではとても人気があり、態度が全く違うのだと。実際に自分が海外で日本人のふりをして得をした経験があったそうで、向こうの人からすれば韓国も日本も同じ見た目だからわからないのよと言われたんだとか。そんな話を聞いた後、フランスへと旅立った彼女は早速先輩の発言の意味を理解することになります。空港からそのままレストランに向かった3人、人気のあるレストランだったため長蛇の列ができており、キャリーケースを持ったまま並ぶことになってしまいます。荷物を先にホテルへ預けに行くかどうか迷っていた時、女性店員が話しかけてきました。何名様ですか？などと聞かれた後、店員はもしかして日本人ですか？と笑顔で質問。突然の質問に驚きながらも、旅行前の先輩の話が頭によぎった彼女たちは、はい、日本から来ました、と答えました。日本人だというとどんな対応になるのか興味本位だったと言います。それを聞いた途端、店員の顔がパッと明るくなり、やっぱり待ち時間も長いのに並んでくれてどうもありがとう、よかったら荷物を預かりますよ、とキャリーケースを預かってくれたのです。こんなに丁寧な接客は自国でも受けたことがないと衝撃を受けた彼女たちはすっかり味を占めてしまい、その後も日本人になりすまして旅行を楽しみました。行く先々で日本人だといえば優しく丁寧に接してもらえ、気分よく観光していたんだとか。そんな中、最終日にあるお土産屋さんで万引きに間違われてしまった彼女たち、何も盗んでいないと訴えても聞き入れられず、警察まで出てくる騒動になってしまいます。連行されてしまうかもと焦った友人の一人が、私たちは日本人です、信じてくださいと言い出しました。その途端、店員や警察だけでなく、その場にいた人たちの彼女たちを見る目が変わります。店員は慌てて、そうだったの、疑ってごめんなさいと謝罪し、警察も日本人だったのか疑って申し訳ない、とりあえず少しだけ話を聞かせてほしいと態度を急変させたといいます。そして店の奥でカバンなどを確認し、何も取っていないことを無事に証明。店員から謝罪されて終わりだと安心した時、一人の警察が待ったをかけ、本当に日本人ですか？念のためパスポートを見せてくださいと言い出します。動揺が顔に出てしまった彼女たちの様子を見て、ますます疑いの目を向けてくる警察に観念し、しぶしぶパスポートを見せました。やっぱり韓国人だったか、日本人は謙虚だから、もし同じ状況になったとしても自分から日本人だから信じてとは言わないんだ、と言われてぐうの音も出ない彼女たち。嘘をつかれていたと分かった店員や警察は当然怒り、さっきまでの態度とは打って変わって厳しい視線を向けられてしまいます。そして警察にこう言われたんだとか。日本人になりすますのは今後一切やめてくれ。君たちは何も盗んでいなかったからまだ良かったが、本当に盗んでいたら日本の信頼が落ちていた。今まで日本人が築いてきた国際的信頼を損なうことは絶対にやってはいけない。韓国も素晴らしい文化があるのだから、もう少し自分の国に誇りを持って過ごしなさい。彼女はこの出来事をとても恥ずかしいことをしたと反省している。軽い気持ちでなりすましてしまったが、日本にとても申し訳ない気持ちになった、と振り返っていました。彼女の友人は、海外旅行へ行った際に韓国人だというと何かと疑われたり、白い目で見られたことがあったそうで、なぜ韓国人はこんなに嫌われているんだろう、と感じていたそうです。彼女は、日本人が親切にされるのにはそれ相応の理由があるのだろうと、この経験から日本への考えを改めたといいます。
日本人が親切にされるのも、韓国人が嫌われているのも、それぞれが今まで積み上げてきたことへの評価。彼女は軽い気持ちでやった、と言っていますが、そんな軽さで、嘘をつこうと思う、その思考こそ、他国の人々から嫌われる原因ではないのかと、思ってしまいますね。この話題に対して、海外の人々からは、様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。よっぽど日本に劣等感があるんだね。そうでなければ、わざわざ日本人を名乗ってみよう、とは思わないだろう。今まで日本人だと言われたら簡単に信じていたけど、もしかしたらこうしたなりすましがいたのかしら。これからは、うちの店に来た、日本人です、と名乗る人には、パスポートを見せてもらうわ。今までの日本人の行いあってこその話だね。あの国の人々は今も昔も本当に礼儀正しい。日本人は自分から日本人ですとは言わない。これすごくわかる。自ら名乗らないよね。あと、大声で話さないから注意して見ていると日本人か、そうでないかは意外とわかるよ。つまり、聞いてもないのに私は日本人ですという人には注意しろということか。日本に行けばわかるけど、電車とかすごい静かなんだよ。自分から話しかけてきたら、日本人じゃないと疑っていいかも。嘘をついて恩恵を得ようとするとは、なんて浅はかなんだ。それこそ日本人は絶対にやらないぞ。以前から言われていたけど、本当になりすますのか。日本人への信頼を悪用するのは許せないな。以上が海外の人々の反応でした。あの日本人になりすますなんて、と海外からも怒りの声が寄せられていました。日本人はおとなしいというイメージが強いのも印象的でしたね。それでは、なりすましされる側の日本の人たちはどう見ていたのでしょうか。寄せられていた声を見ていきましょう。日本の反応。日本人でよかったと思うと同時に、信用、信頼を築き上げてくれた祖先や先人に感謝しなければいけないなと痛感したよ。自分から、自分は日本人という人がいたら、パスポートを確認するよう外務省が世界各国に広報するべきだと思う。韓国だとテレビで有名人が悪いことをしたときは日本人と名乗るといった瞬間、スタジオ全体が大爆笑というおかしなことが起こる国だから、日本の感覚だったら素直に反省という言葉が出てきますが、お隣では嘘をつくことは日常的で悪いことではないという道徳的慣習があるようですね。嘘に騙されるのが悪いという考え方さえあります。謝るときは日本語ですいませんって言えって言われてる国だからな。韓国で唯一羨ましいのは、そんな風に装える優秀な隣国がいることだね。以上が日本の人たちからの声でした。もはや怒りを通り越して呆れてる様子すらありましたね。韓国では海外で悪いことをしたら日本人のふりをしろと教わる場合もあるそうですが、良い対応をしてもらいたいから日本人になりすますパターンもあるとは驚きですね。親切にしてもらいたいからと他国の人間になりすますなんて、どこの国でも恥ずかしい行為。日本人だと言わないと親切にしてもらえない自国の評判の理由をもっと考えてほしいものです。さて、日本を貶める行為はこうしたなりすましだけにとどまりません。2023年6月、韓国のある YouTube チャンネルにフランスのサッカー代表キリアン・エムバペ選手に日本人記者がインタビューする動画がアップされました。記者はイ・ガンインという韓国人選手がパリ・
サンジェルマンに来ると聞いた。これは単なるマーケティングのための獲得だと考えるか。日本人選手についてはどう思うかと質問。これに対し不快感を見せながら、才能があるからここに来ることができる。質問の意図が何なのかわからないけど、ここに来るということは準備ができたということだし、チームメートとして僕たちは彼を信頼しなければならない。私たちは良い連携を見せられると思う。そして、あなたの国の選手については全く知らない、と回答。この動画は1100万回も再生され、韓国では日本は非常識だ、などと物議を醸していました。しかし、なんとこの動画はその全てが捏造されたフェイクニュースだったのです。日本人記者の質問は音声ソフトで作られたもので、エムバペ選手の発言は過去のインタビューから捏造されたものだと発覚。日本を悪者に仕立て上げるために作り上げた悪意のある動画でした。このフェイクニュースに日本人よりも怒りをあらわにしたのが自国の選手を悪用されたフランスの人々でした。フランスメディアはこのフェイクニュースに対して信じられない、エムバペが非現実的なフェイクニュースの被害者にと題した記事を掲載。悪意のある韓国人による非現実的な捏造の中心にいることに気づいた、エムバペは予期していなかったはずだと報じました。さらに、この嘘の本当の目的は何だったのか。エムバペほどの人物が日本に興味がなく、親韓派であるかのような錯覚を与え、日本人を傷つけることだ。控えめに言っても、両国間の関係を良くはしない事件だ、と糾弾していました。冷静かつ的確なコメントの中にも、自国選手を悪用されたことへの怒りが、垣間見える文面ですが、ネット上のフランス人の反応も、ありえない、ひどすぎる、頭がおかしい、常軌を逸している、など、韓国を非難する声で溢れていました。日本を貶めるために自国の自慢の選手を悪用されるなんて、フランスの人々が怒って当然ですよね。この記事により、エムバペ選手のイメージを下げる可能性もある、失礼極まりない行為であり、日本への悪意ある捏造は許されるものではありません。これでフランスでの韓国の印象はさらに悪くなったでしょうが、動画を作った人は、そこまで頭が回らなかったのでしょうか。韓国では自分が得をするためや人を貶めるために嘘をつくのが当たり前なのかもしれませんが、とても恥ずかしい行いだということがわからない限り、いつまでも韓国人への対応は冷たいままでしょう。だからといって日本人への信頼を悪用したなりすましは絶対に許されません。日本を羨むよりも自分たちの今までの行いを振り返ってもらいたいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。